キチャンネル。じゃん。こんにちは。さあ、天国と地獄、セリーグ編、はい、ということでね、はい、地獄から行ってきましょうかね。地獄から行きますか、今回。もうだって聞きたいでしょ。そうですね、うん、置いといてね、はい、それ喋れないじゃないですか。そうですね、うん、はい、今ね、絶賛、はい、もう地獄の下を頑張ってる、はい、阪神、はい、1勝12敗1分けでございます。まあ1勝でももうね、うん、これの最大の原因はもう分かってんのよ、はい、開幕戦にあの大勝から逆転負け食らったことよ、はい、あれで全ての歯車が。でもそんな1試合で変わるもんなんですか、開幕の。まあ結局あそこからケラーがね、うん、結局パン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 っていかれて、本当最後ねバンバンってなりましたね、うん、しかもリリーフがって言われてる中で、うん、ソアレスの穴がって言われてる中で満を持してケラーで埋めきれなかったら、はい、まあそれはきついよね。まあそうですね、うん、だってそうなった時に、うん、だって1勝12敗1分けだからね、はい、ロッテの11連敗よりひどいかも分かんないよ。そうですね、12勝目には勝ってるからね、はい、1回ね。そうですね、うん、その次勝ったのかどうかはちょっと分かんないけど、はい、だってチーム打率2割3分、うん、でもこう5位よ、はい、チーム防御率 4.84、 ダントツ最下位、しかも先発防御率も 4.80、 リリーフ防御率も 4.93 と、うん、きついね。しかも援護点 2.46 です。そりゃ勝てないね。しかも、はい、クオリティスタート率、うん、唯一の5割以下 35% です。だもう先発が早々に崩れてます。そうですね、しかも被本塁打1位です。うわ、被打率2割6分、一番打たれてます。うん、自責点68点です。うん、しかも失点でいうと73点、ダン、はい、トツ1位です。はい、得点圏打率2割1分3厘、うん、最下位です。まあそりゃそうだよね。そうですね、うん、まあ、どこの項目え全部最下位ですか、うん、ではなく打率は、エラー6個は、はい、お2位タイです。おお、今年でもまあでも5689だからね、うん、接戦でよ、うん、でもまあきついね。打つってはさ、はい、ないのよ。はい、もうないんですか。うん、うん、あの誰かがいないとかないじゃん。はい、そうなん、青柳投手ぐらいじゃないですか。そうそうそう、まあそこは痛かったけどね、うん、はい、でももうそこじゃないじゃんね。はい、まあ、そこも痛いけどね、うん、でもスアレスがね、はい、だからもうケラーをリリーフで戻して7回とか投げさせて復調するの待つか、うん、もう新しい外国人取ってくるかしかないと思う、はい、でもこう本当に言えば去年からいなくなったのってスアレス投手だけじゃないですか、うん、まあ、あとサンズね。あ、サンズ前半良かったから ね、 そうですね。でも一昨年も終盤調子悪くて前半良くて、はい、で去年も前半良くて終盤調子悪かったから、うん、だからそこはサンズと、はい、あのロハスの2枚で、はい、今マルテも出てないからね、うん、それはもう外国人総崩れだからね。まあガンケルがねこの前いいピッチングしたけども、うん、はい、でももう、うん、ほぼほぼもういるメンバーで頑張んなきゃいけないから、はい、きついね。なんとか踏ん張るしかない。そ、まあ、とにかくまあやっていくしかないですもんね、うん、どう打破するかだね。はい、そうですね、うん、でももう矢野さんやめろって言ってるからね、はい、だからもうやめろって言われないのがね、うん、もう救いだね。確かにそうですね。これもしやめるって言ってなかったら、はい、やめろって絶対言われんねんな、はい、でもやめるって言ってるから、はい、やめるって言ってるの一番のメリットは、はい、やめろって言われない、はい、やめるから。え、でもたまにそのもうシーズン途中でそのもう監督辞めますって方もいるじゃないですか。辞めますっていうか、まあ、事実上の更迭ね、はい、ってあるじゃないですか、うん、今年の矢野さんの場合、まあ、もし万が一ですよ、うん、このまま本当にこう、うん、ずっと巻き起こし巻き起こしってきた時にもちろん今シーズンで辞めるって発表してるんですけど、その前で辞任ってこともありえるっちゃありえるんですかね。でも基本的には、うん、途中で休養する人の後任っていうのは、はいはい、来年を任せる人だね。あ、そうですね。でも今の状況から考えると、うん、来年任される人は今のチームの中に多分いないよね。あ、考えられる人が、うん、そう考えてくると、うん、任せるって言って任した人も来年のつなぎのものがなかったら、うん、任せられても困るから、はい、そういった意味でも適さないね。そうです。だから近年で言うとオリックス西村さんが休養して、うん、中島さん代行になって、はい、でそのまま監督だよね、うん、でちょっと前だったらヤクルトの高田さん休養して、はい、小川さん代行して小川さんがそのまま監督だったりとか、はい、まあ、基本的には監督もしくは次の年もヘッドとかに残るパターンが、うん、まあそういう風な
ことが起こりやすいけど、はい、若干今のチーム内組閣だと考えづらいから、うん、まあもう最後までやるしかないっていうのと、うん、でもまだ始まって10分の1終わったばっかりだから、うん、あそうですね、そんな先のこと考えない方がいいですね、うん、まあポジティブに考えたらね、うん、佐藤も結構厳しい攻め、うん、されてる中で打ったり、うん、あと大山ね結構いい感じで来てたり、うん、近本も伸びてきてるから、うん、そういった面ではもう今踏ん張りどころからだから、うん、こっからどうにかしてね、こう歯車が噛み合っていけばいいですね。そう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 、ね、そのこれまね、こんなこと言ったら失礼だけど、うん、はい、日本ハムみたいにこれも活動なかったなみたいな感じじゃないからね、うん、はい、まあ、もちろんそういった試合もあるけども、うん、あそこあれだったら勝ってたのにみたいな、はい、あそこあれさえできてればなっていうポイントがある試合も結構多いから、うん、そこさえ噛み合えばちょんちょんと連勝するだろうから、うん、まあ、そこをもう辛抱強くやっていくしかない ね、 ね、うん、戻ってきた親父投手も、ね、活躍していただいて、そうそうそう、うん、であと次、はい、DeNA ね、はい、まあ、DeNA はねオースティン外がいないのがやっぱり痛い、うん、そうですよね、結局、はい、で今永もね、うん、開幕からちょっとね欠場してっていうところでね、はい、うん、まあその代わりで楠本とか、はい、まあ、牧とか、うん、それは頑張ってるけどやっぱ外国人いないのはね、うん、きつい、しかもクリスキーがね、はい、まあ、でもクリスキーもう上がってくるって、ね、ニュースでなってたから、あ、うか、うん、まあ、山崎やさきコロナでね、はい、で今コロナで超切り脱中だから牧選手もいなくなっちゃったし、うん、だからこう踏ん張りどころだね、はい、まあ、なんとか頑張ってるけどやっぱり外オースティンいないのがきつい ね、はい、そうですね、まあ、でもその中でまだ今5割だからね、まあ、まあ一周して5割、はい、まあ、終盤のドラゴン戦がなかったっていうのはあるけどもね、借金が全部阪神に行ってるんですもんね、そう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 、うん、5位までは傷口に塩塗り込むね乗り込んじゃうね、触れなかったのにぬがーんいっちゃうね、今かなり厳しめのやつ、おはっと思いついたこと言っちゃったんですもん、ああ寝てきたねだから、まあ、地獄は阪神だけなんだけどね、うん、今 中間層にいるのがヤクルト中日 DeNA、はい、まあ、このヤクルト中日 DeNA は、まあ、ヤクルト7勝7敗中日6勝6敗、うん、DeNA5 勝5敗で、まあ、全部5割なんだよね、はい、ドラゴンズは出だし、うん、ちょっとおや連敗スタートみたいな、大丈夫かなと思って、ね、なかなか勝てないなと思ったけども、うんうん、ちょっとその、ね、出だしはちょっとビシエドが状態悪すぎたね、うんうん、そういったところでやっぱり連敗、でも投手陣が8枚も先発いて、はい、それで回してえげつないじゃん、うん、だって中日で言えばチーム防御率 3.4 なの、うん、そんな良くない、はい、あ一番いいの広島 2.34、はい、で次が 3.18 ヤクルト、うん、で次が 3.27 巨人、うん、でチーム防御率が上のチームが A クラスよね、はい、で中日の 3.47 DeNA 3.91、うん、で阪神 4.84、うん、で DeNA はリリーフが 5.40 っていうもう崩壊、でヤクルトは 3.4 取ると先発ちょっと成績が悪いんだけど、リリーフが 2.81 とセリーグ最高、はい、で中日は先発 3.38 リリーフ 3.69 とまあまあ平均的、うんうん、で巨人は先発 2.94 と先発頑張ってるけど、リリーフがまあビエーラとかね、うん、デラロサで多分落としてるんだと思うんだよね、はい、まあ、大勢頑張ってるからね、うん、で 3.88 と、はい、で広島は先発 2.12 リリーフ 2.97、 おーすごい、もう完璧な感じなのよ、うん、クオリティスタート率も広島が 86% で1、で巨人 73%、はい、でまあ、DeNA 中日ヤクルトは 60% っていうちょいっていうところ、うん、はい、で援護点にしても広島5点取ってくれてるからね、すごいですね、で巨人が 4.55、はい、でヤクルトは 3.14 と若干低くて、うん、DeNA 3点で中日が 3.25 点、はい、っていうところで、うん、まあまあでもここのね、この3チームはまあいい、中日も岡林とか良かったですね、最近阿部がね、はい、うん、本当サード石川、セカンド田中、あ高橋周平になって、うん、外野も練習したりするところで高橋周平が怪我してポジション空いたところに頑張って、今バッティングめちゃくちゃいいところで打ってるからね、阿部、はい、ちゃんのおかげで勝ってる試合も打線の中ではめちゃくちゃ大きいかなっていうところと、はい、まあ、岡林、石川っていう若い世代もいい形、うん、で大島が今ね首位打者っていう、はい、そうですね、ビシエドがねポンポンポンとホームランも量産してきたらもっとグッといきそうな感じはする、うん、先発ピッチャーもね、うん、いいだけに、でヤクルトはねちょっと村上山田がエンジンかかるのが遅くてね、はい、でピッチャー奥川が怪我したっていうのもちょっと大きいかなと、で中村不在の中、はい、古賀松本っていう若いキャッチャーも頑張りながらショートの長岡っていうところももうねちょレギュラーになりかけてる、うん、でサンタナが状態良かったけど、はい、ちょっといなくなったのがきついし、塩見、うん、もちょっと調子悪いところもあったり、うん、でも次の日先頭打者ホームラン打ったりして、はい、まあ、どうなのかなっていうんで、代役の太田宮本とか、うん、そういったところの代役もいい形で活躍してるから、はい、非常にチームとしては欠けてるところもあるんだけど、うん、今踏ん張っとけば後からね去年みたいに9連戦、はい、負けなしみたいな感じで追い上げていけるから、まあまあ踏ん張りどころだね、そうですね、うん、高橋奎二とかもね、はい、なんかすっごい良くなって、ね、誰かのおかげで、誰でしょうね、そりゃ奥さんちゃう、そうですね、うん、
でね、いい形で投げて、はい、でまあ田口がまたいいのよ、リリーフもね、いい形で来てるから、はい、まあバランスやっぱりいいね、うん、もうちょっと山田村上が復調グワーンしてきて、はい、怪我人帰ってきたらスパートできるように今踏ん張りどころ、うん、で中日はね若いところが来てるから、はい、まあビシエドが復調来たらいけるんちゃうかっていうね、うん、DeNA は早く外国人帰ってきてほしいっていう、ね、そうですね、うん、では天国チームは、はい、まあ広島巨人、はい、広島、うん、首位今現時点で4月11日今防御率とか援護率見るともうそりゃ勝つよって感じでしたよね。だってチーム打率2割6分1厘でダントツ1位だからね、はい、だって援護5点あるんですよね。で防御率が2点台ですもんね、うん、だって得点圏打率聞いて、はい、広島の、はい、得点圏打率3割3分6厘すごっ 2位の巨人が2割5分4厘だからね、はい、得点圏打率3割超えてんですか、うん、えぐいよ。しかも盗塁は6個、はい、まあ、2位、うん、で犠打8個で一番多い、はい、で代打成功率2割8分一番多い、うん、でエラー8個もちょっと多いんだけど、はい、得点圏打率3割3分6厘、はい、そんなにみんな勝負強いんですか。勝負強い。広島はね、うん、強いのは打つとこじゃないの、はい、打つとこだけ言っちゃうのは、はい、やっぱそう試合見てないね。あ、そうですね、うん、まあ、俺ぐらい全試合毎日、はい、飛行機の中でも見てたら、はい、やっぱ違うのよ、うん、隣でグガグガ寝てたけど移動中ね、はい、佐々木ライブ移動中に見てたけど、はい、やっぱねファーストからワンヒットでサードみんな行くからね、うん、それによって犠牲フライでも点入ったりとか、はい、あと笹岡さん、うん、去年まで、はい、そんな言うほど動かなかったのに、うん、今年まあ動く動く、はい、しかもそれがハマる、うん、ね、バスターとか、はい、昨日とかだったら森下にバンドの構えから一三塁送りバンドと見せかけてセーフティースクイズとか、うんうん、できんじゃんみたいな、はい、っていうところでそのバラエティ豊かに飛んだ攻撃もできるし、うん、一つ先の塁を狙っていくって走塁が非常にチャンスを拡大したりとか、うん、はい、あとはヒットを打たなくても1点入るっていうふうなことをしてる、はい、うん、あとはこの上本から西海のホットライン、うん、上本が8番に入ることによって、うん、上本が下位が塁に出て、まあ、ピッチャーバンド送りながらでも森下とか打つからね、はい、でそこから下位から上位に行って西川が返すっていう、うん、この打線の巡りの良さ、はい、これが抜群だね上本が。 ね、それは伊達にヒーローインタビューで、うん、はい、下位予想されてるんで行きますよって言われるそうです、すいませんね佐々木も5位予想です。私も6位予想しちゃってたからねでもね森下投手本当に打ちますよね、なんかもうすごい、ね、この間自分で抑えて自分で打って勝ったんですね。そう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 、うん、でしかもね先発も、はい、大瀬良、うん、森下、はい、床田、はい、っていうところもね、うん、非常にいい形だし、遠藤投手もね、遠藤もこの前良かったし、で、はい、玉村もね、うん、いい形で投げて、はい、でリリーフもね、うん、新人の黒原とか、はい、ね、で中崎がいいのよ、はい、まあ、この前打たれたよ確かに吉川にね、でもあれはいい球投げて打たれたから仕方ないっていうね、はい、中崎の復活っていうところも大きいし、はい、まあ、栗林もね若干状態上がらなかったなと思ったけども、うん、まあ、徐々に上がってきてるんで、はい、そういった意味ではもうバランスも取れて、はい、今最高だ ね、 そうですね、若干ね相沢のポロンチョが気になる。あ、そうですか、うん、ちょっとポロンチョが、うん、ありますか、うん、が気になるけども、はい、あと守備力ね、はい、やっぱこのそこを止めたことによって菊池の守備力とか全体的な守備力で、うん、そこを無駄な失点を与えてないのも最後接戦で勝ち切れるところだね、はい、で今のカーブが強いのは打つのはもちろんだけど守備力と走力、おー、これで無駄な失点を防いでさらにもう1点を取りに行くっていうところが、はい、結果として相乗効果として結ばれてね。そうですね、うん、新外国人のマクブルーム選手もいい形ね、うん、いい形でホームランもねこの打ったしね、うん、はい、鈴木誠也選手の穴がってね言われてましたけど、うん、なんかあんま感じてないですね。そうだね、うん、まあ、鈴木誠也と同じ活躍はできなかったとしても、はい、チームとしてのポテンシャルを下げないで、うん、今いい形のね総合力いい、うん、一周してきたね、うん、で続いてはね巨人、はい、まあ、なんて言っても巨人ね、菅野が足で止めてちょっと、ね、はい、離脱するかどうか気になるところだけども、うん、まあね、坂本が腹斜筋の怪我でちょっと長期離脱かって言ったらすぐ帰ってきてね、結構本当に序盤に帰ってきましたね、うん、で打つでしょ、はい、で吉川とかもいい形で、うん、打ってるっていうのもあるし、はい、あとやっぱり先発の 赤星が安定してるんでね、そういうあと大勢、うん、でこのジャイアンツに珍しく、はい、若い選手がチームを支えてるいい光景だね、いい傾向だから赤星ね、うん、で山崎ね、
で、堀田ね、うん、だまあここで抜けたり入ったりね、うん、ローテーションの兼ね合いでね、はい、6連戦なかったりするんで、うん、あるかも分かんないけど、でそれで大勢っていうところのこの若い世代がチームを押し上げながら、うん、打つ方では、まあ、岡本丸もね、いいところでホームラン打ったり、はい、いい感じになるし、まあ、ポランコがもうちょっと打ってくれたらなっていうところはあるけども、吉川とかね、はい、っていうところがいい感じでね、うん、できていくから、まあ、バランス的にはいい感じでね、はい、勝負強さっていうところもあるし、うん、リリーフの高梨っていうね、左もいい形でできてるから、はい、そういった意味ではまあまあまあバランス取れてね、うん、いい形でできてんじゃないのかなっていうところもあるよね。うん、OPS755 はダントツ1位だからね、だから出塁率長打率っていうのはもうめちゃくちゃ高いんだよね、うん、巨人はね、はい、だそういったところ でフォアボールも62と、うん、かなり選んでるし、はい、非常にね効率よく攻撃してるなっていうね。中田翔選手もなんかやっぱすごい気合入ってる感じのプレー見えますもんね、うん、でも若干落ちてきてるからね、踏ん張りどころがね。原さんがここでね、うん、ちょっとホームチェックっていうニュースがあったけどね、はい、巨人は広島にね負け越してるだけで、はい、あとは勝ち越してるからね、うん、広島なんて中日に3連敗してるけど、DeNA に3連勝、阪神に5勝1分け、うん、阪神にもう6試合もしてるの？もう6試合で戦ってるんですか？もう阪神の2勝してる。おお。あ、じゃあ広島はこのカースイやったら一回りだね。ヤクルトとまだやってないからね。そうですか。うん、あ、ちょっと変則なんだね、うん、セリーグはなんだこう均等に当たってないんですね今のところで、うん、で中日が阪神とこの3連戦、はい、で巨人がもう一回 DeNA、うん、なんかセリーグはあれだね、はい、なんかまばらだね、均等に行ってないですね今、うん、行ってない行ってない行ってない、うん、まあでもね、はい、いい形の出だしっていうところでね、まあ来てるから、はい、非常にね、まあでもまあタイガースファンの皆さん、これからこれから、うん、ね、はい、だから広島ファンの皆さんも、うん、まだ気抜かないでね、そうですね、油断していけないですね、そうそう、まだ10分の1終わっただけだからね、うん、そういった意味では、まあ、今後ね、まあでも面白いね、はい、形になったし、あとやっぱりこのコロナも含めてね、うん、去年の広島もコロナで大量離脱して交流戦ガタガタガタって一気に3勝15敗ぐらいで一気に落ちちゃったから、そういった意味でもまあこの体調ねかからないと思ってもかかるのは仕方ないんだけども、まあそういったところも大きくね順位の上げ下げにかかってくるから、まあ体調管理をねしっかりしながらまたね素晴らしい試合見せてもらいたいですね。はい、はい。